画面の前の皆様、こんにちは、ベリクラでございます。そしてなんと、今回チクさんとリランが、はい、来てくれております。よろしくお願いします。いやもうこの雰囲気で、うん、なんとなく、はい、チクさんはもう分かってると思うんですけど、はい、まあね、リランはちょっと珍しいですからね。いやでもここにいるの、なんかもうほら、すごい、もうすごいね、ちょっと美味しそうな、分かっちゃってます分かっちゃってますか美味しそうな前振りがありますけど、いやそうなんですよ、なんと今年4回目になりますよ、はい、なんとデッドバイデイライトのコラボカフェが開催決定と、おめでとうございます。毎回私のチャンネルでね、うん、ご報告させていただいてるんですけど、ありがたいことに、はい、まあ、今回はちょっと試食担当のね、はい、チクさん以外にやっぱ助っ人として、すっごい心強いし、誰か呼ばないとなんて試食担当だったんだわ。そうですよ、あ、試食ですか。あ、まあ、試食、そう、なんか食う顔みたいな感じで見られてるもん。もうあの以前は私がこうただね喋って、チクさんが食べてるのをただ私は見てるだけなんで、なんか絵面的にほら寂しいじゃないですか。でもチクさんのあの顔の美味しいアピール大好きだよ。表情豊かなんで、うん、その辺は任せてほしいんですけど、あのってやるじゃん語彙力皆無なんで、ちょっとリランさんがいてくださるとすごい心強いんですよ。マジか、ちょっとレベル上がったな、ハードルが。そこ楽しみだな。いや、よろしくお願いします。はい、で、このザ・エンティティカフェ2023、はい、こちらがね、東京ソラマチ次ビレッジで開催決定ということでですね、7周年を記念しまして、はい、スペシャルな展示もあるということです。これも楽しみですよね。開催の日程ですが、東京は6月3日の土曜から6月30日の金曜までとなっております。詳細についてはね、あの動画概要欄に記載しておりますので、ぜひそこからね、あのチェックしていただきたいと、特設ページがあるらしいです。チェックしてください。今回もちょっとね、コラボメニュー紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。いや楽しみだ。それでは見ていきましょう。はい、まず1品目、死に救済はないバーガー。死に救済はない。ないんだ。ないですね。来ちゃいました。いやすごい、救済のないバーガーです。ないバーガー。まあまあまあ、デッドバイデイライトといったらね、死に救済はないという副題がついてます、ね、まあついてますからね。それをちょっとね、いじったような、はい、確かにバーガーとなっております。綺麗、うん、なピンク色のね、パテがありますけども、バンズがね、乗って、すごいね。まあ、まずはちょっとチックさん、はい、からいきますか。いっていいですか。ガブってやってほしいよね、うん、そうっすよ、ナイフで切るなんて、もう死に救済ありますから、うん、そうですないっすから。そんなね、ない感じでガブリつかないから、死に救済がない感じで食べてほしい、任してほしいです。救済ない感じでレベル高いな。ギリギリまで口頬張ります。おお、任してほしい。いただきます。もう旗立ったまんまに、うわー、いった。おお、もう吐血してるよ凍結してるよ豪快だな。救済ないの、救済がないね、これは。これ救済がないの、うん、凍結しちゃってるもんね、だってもうこんな殴れるとやつみたいな。これケースしてノーワン判明したやつそう、そうノーワンで殴られた時の感じになってますからね、うん、こんな灰つくばってるよ。あーって、なる、なる、うん、もう味の方どうですか。すごいなんか、はい、ハンバーグと、うん、チーズとケチャップのなんていうの、うん、アクセントがすごいちょうどよくちょうどいいというか。おお、アクセントが、うん、おお、いやこれはちょっとチクさん、うん、ポテトも少しボレロ少しだけ、うん、ね、これはアメリカンスタイルで言っていいんですか。え、何アメリカンスタイルのポテトって。救済のないスタイルってことですか。ポテトって、はい、なんかフォークで食べる人いるじゃないですか。あー、これでね、ちまちま、うん、フォークで食べてしまうと、うん、救済ありだと思うんですよ、うん、お、救済のない食べ方。ここはちょっと豪快にいかないと。あ、はい、いやもうぜひぜひ豪快に。さすがにこうはいかないですよ。え、でもちょっと気になるの、わかんないな、アメリカンスタイル。こんな、こういうこと。いやもうなんかアメリカのアメリカンスタイルだと、なんかこう手で持って、うん、こうめっちゃつけて、うん、頬張ると、へえ、うん、うん、私普段からやってる食べ方です。でそれ以外の食べ方ちょっとわかんない。割り箸使ってこうね、つけて食べる人は結構多いイメージ。まあでもまあ自由にね、うん、救済のない食べ方でね、食べていただいて。うん、何スタイルですか。これは救済ありスタイルです。救済ありスタイル。ノーワンを発見した時のサバイバーです。あ、どういうこと。
7年 DVD やってきててよくわからないですか、その感覚が。おひらさんもかぶりつく。かぶりつくよ、いただきます。さすがだな。出血です。お、いいでしょう。ん、いいでしょう。どうぞ。ソースがちょっとチリソースなの。あ、チリソースなんだ。ちょっとピリッとしてて、それがね、めっちゃ美味しい。あ、いいね。DVD って言ったらなんかその、やっぱバベチーノがあるからさ、なんかちょっとチリっぽいのを想像する子はあるもんね。ただ残念ながら肉のとこ食べれなかった。届いてなかったですか。チリよく。チリだけど。すごいですよ。せっかくだからちょっと肉のところで。そうだね、肉のところもちょっと食べてほしいですよね。トマトの酸味とね、チリソースの相性が抜群なんですよ。ね、結構ゴロッとトマトも入ってます、ね。肉いけたわ。お、いけました。うん、ちょっと出血し始めた。出血し始めた。なんか、ほんと、ミンみたいな顔しやがって。あのね、めっちゃジューシー、うん、これは。かなり肉厚がすごいので。確かに見た感じもかなり厚みがありますからね。うん、そうなのよ。うん、だから、結構ね、あの、これ1個食べたらお腹膨れるレベルの量、うんね。これもかなり満腹感ありますよね。満腹感ある。で、ここで止まってね。女性の方とかはだからこうシェアとかするといいかもしれませんね。そうですね、はい、じゃあ次のちょっと料理に行きたいと思います、はい。うん、さあ2品目来ました。うん、呪いのトーテムグラタン。おー、めっちゃうまそう。乗ってるね、トーテム。乗ってるでしょう、うん、トーテムが持ってる、ね、火が灯ったトーテムが、うん、はいはい、グラタンの上に乗っかっております。お、しかもパン付き。トーテムを食べれるらしいですよ。トーテム食べれるの。ちくさん、うん、浄化しちゃっていいんすか。浄化して冷笑だったらやばいですよ。よくやるんすよね。そこはね、壊してみないとわからないっていうところもありますんで。いや、すごいですよ。食してみないとわからないですからね。見てください、めっちゃチーズが全体にとろっとろですよ。ちょっとあったかいうちにね、ぜひ。そうですね、食べたいですね。確かにこれチーズがすごい伸びます。お、とんでもなく伸びてる。ちょっとすごい伸びてる。ちょっと待って、どこまで伸びるんだい、どこまで伸びるんだい。一回ここで置きまして、チキンで一回でいった。うわ、一口。嘘。一回でいった。お、めっちゃ濃厚。うわー、うまー。これめちゃくちゃ濃厚。うん、だってここまで匂いしてくるもん。チーズ仮面を通り越して、うん、チーズの匂いが。これあれですか、やっぱチキンだったんですか。これは鶏肉です。いやいやいや、チキンやろ。チキンやで。鶏とチキン一緒ですからね。じゃあまず普通にちょっといただきます。お、いただきます。チーズトロトロじゃないの。うわぁ。おどうした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 。さあ、来ました。はい、3品目かぁ。わな丼。おわな丼。わな丼。わな丼ですよ。なるほど。見てください、わな丼と来ましたか。ソースとんかつ。ほうほうほう、これは考えましたね。いただきます。サクサクの音。柔らけ。おお、柔らけ。きた。いい顔だ。ちょっと甘めのソースですかね。あ、うん、いい感じに。ソースね、カツと絡み合ってすごい。うん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 、うん、いやー、あ、うまそう。モナカと、あ、モナカ、モナカじゃない、モナカとカツ丼、私組み合わせ、うん、人生初めて見たよ。確かになかなかない、うん、なかなかないですよね。確かに、うん、ソース甘い。甘いですよね、うんうん、なんかあの、うん、年齢問わず、うん、はい、愛される系カツ丼。これは子供とかも大好きですからね。いや、大好き。書き込みたいですよね。うん、もうだって取り調べの時とかも食べるんですよね。急にそう悪いことした気分になった。DVD では処刑されますけど。別に何も悪いことしてないですけどね。お前腹減ったか、うん、腹減ったかっつって、うん、食え、おかず飲けと、わな丼だっつって。
さあ4品目、うん、ブラッドウェブピザというわけで、すごい絶対うまいの。もうブラッドウェブといったらね、うん、もう我々もう親の顔より見てますあれをピザにしてますなんとちゃんとブラッドウェブが描かれてる、うん、カシャカシャ最近自動になりましたから、ね、自動で割り振れるようになってますけども、うん、それがピザになっております、うん、すごいこれ、うおー、きた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 、いきます、伸ばしますよ、いただきます。あ、いってしもうたな、それは一口で一口でいってしもうたな、チーズの部分が溢れているこれね、うん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 、生地すっごいもちもちしてて、あー生地もちもち系、うん、でケチャップとチーズ、うんうん、うん、マジちょっと残っちゃったね、これそのままいっていいですか。あーもう一応、一気にバジルと一緒に、うんうんうん、お、バジルと一緒に食べることで、うん、結構なんか、うん、すっきりとした味になりますね。おー、うん、爽やかな感じでいただきます。お、お、お、あ、お、お、お、今これでしょ。あ、それです、みんな見たかったのこれでしょ。ぐちゃぐちゃなってるね。うまい、うん、めっちゃ美味しい。なんだやっぱピザの、うん、生地がもちもちなのはね、ね、私も好きなんですよ。なん、なんぽい、あーなるほどね、確かに、なん生地っぽい、そのふわふわもちもち感、それは結構想像湧きますね、うんうん、私大好きだもん、な、うん、のこういう生地、まあ、私なんも好きですから、うんうん、お、バジルを入れることにより絶対入れ込んだ、いい感じに、豪快だ、すっきりするんですよ、豪快にいったぞ、これ贅沢だね、うん、確かに確かに、贅沢すぎて大丈夫、これこればっかり売れたらもうなんか破綻しちゃうんじゃないのってぐらいチーズ乗ってるよ。チーズなくなるよね、チーズ高いよ、だって今、うんうん、確かにね、頑張ってる頑張ってる、やってる、タン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 、さあなんと次、はい、スイーツ、来たね、スイーツまであります、ね、すごいね、すごいよ、ロッカーサンド、ロッカーサンド、開けたくなるようなロッカーをイメージしたフルーツサンドさ、はい、なるほど、もう厚みがもうロッカーです、すごいんですよね、フルーツすごいよ、フルーツの量が、はあ、そうか、そう、あ、ほら、そう、おお、これちゃんと食べやすいように2つに分かれてます、うん、じゃあね、友達と行ってね、こう、うん、1個ずつ食べようよってできるわけだ、うん、ご飯もいっぱい食べたし、さすがにあのロッカー分1個あったね、うん、見てこれもうどうしたの、これ出血状態でロッカー入っちゃったんですかね、相当でしょうね、キウイとか入ってるよ、ちょっとこれいいんすか、いただいちゃって、いただきます、はい、そう、あ、ほかほか、カレーはなんつったなんつった、買えない買えないもう、所持金ないよって落ちる落ちる、買えない、ちょっと待って、お、フルーツいった、フルーツいった、いちご、え、それ何、その今入ってるやつ、そうですね、キウイ、いちごに、さらに桃桃かな、それをメロンかな、食べて、食べてみてよ、それ食べてみてください、はい、あのね、うん、俺の口に収まるんです、これ、いや相当、ね、こんなに大きい相当厚みがあるんだ、ね、チクさんの口なのに、アメリカのスタイルじゃ結構厳しいんだよね、うん、いただきます、おー、いった、すごい、いいね、豪快、うん、お、メロンだ、メロン、メロン高級食材ですよ、すごい、いい程よい甘さで、うん、甘すぎないというか、はいはいはい、うん、誰でも食べれる、なるほど、うん、いやこれはね、まあカップルとかでね来てね、二人で分けて食べちゃったりしてね、いやいいね、フルーツサンドを一緒に食べるってなんかこういいね、ちょっと青春の感じを ね、あるね、うん、いいじゃない、青春、ね、いや青春してみたいな余計なこと言っちゃったね余計なこと言っちゃったよ、ほら青春、青春気分を味わえる、味わえるね、そうそうそう、うん、味わえますからね、あーみたいなねさあお次はこちら、いやすごい、凍りつくかき氷、うん、でかくね
いやいや、かき氷といったらこんもりですからね。嬉しいな。なんか名前のセンスがいいよね。いいっすね。凍りつく、ね、凍りつく背筋からね、うん、取りまして、ね、凍りつく、かき氷、かき氷とね、近く過敏な方なんですけども、おーそうだぞ、うん、これな、何味なんですか。いや、なんと、うん、いちごとブルーハワイ、うん、出た出た、お祭りとかで好きなよりかけていいとかでやっちゃえるやつだ。そうそうそう、ミックスタイプだ。そうじゃないとこの色を出せなかったと、うん、すごい、すごい。じゃあちょっと早速、はい、いただきます。お願いします。おお、うん、これそれ、どっちが、うん、あ、頭、んいや、その顔が知覚過敏の顔なのか何なのか分かんない。ここはお祭りか。出た出た、そう、そう、お祭りか。ここはお祭り会所か。屋台、屋台の景色が見える。いや、やっぱかき氷っていいね。やっぱね、夏を先取りです、うん、ですね、暖かくなってきますからね、この先も。いや、もう大好きなら食べれます。もう私、お祭り行ったら、うん、やっぱり焼きそば食べて、うん、たこ焼き食べて、最後にかき氷ですよ。ね、うん、ありますよ。やっぱ子供の頃からやっぱ刷り込まれますからね。そうですね、かき氷っていうのはさ、なんかね、中にね、入ってるんだよ。入ってますね、これ。ちょっと崩しちゃいますけど、入ってるらしいです。うわ、実はちょっと待ってくださいよ、かき氷だけじゃないと。中にアイスクリーム入ってる。あー、バニラアイス、いいの。わお、なんかフルーツも入ってるらしいですからね。そうですね、なんか下の方に、うん、あ、見えてる。お、これどっち、どっちでしょう。ああ、どうした、おいしい、おおいしい、うん、いただきます。うん、お、夏感じてますか。うん、お、猫ちゃん、これね、うん、さっきのリリアナさんと同じ感じになるっすね。うん、うん、ってなるよね、なる、うん、それも込みでかき氷っていいんだけどね。確かに、ブルーハワイが最初来て、いちごがいい感じに、そう、なんかすっきりまとまって、ね、なるほどね、くれる感じが。フルーツの方までいけます。なんか下にフルーツが入ってるらしいね。なんかあるらしいんですけど、出てきたフルーツ、出てきました。何のフルーツだ、なんだろうこれ、ね、ちょっと食べてみます。していただきたいですね。いただきます。なんかあのフルーツポンチみたいな感じですね、これ、ね、私コラボカフェ実際に行ったら絶対頼みたいもん、うん、絶対頼みたいです、うん、これもだからさ、カップルとかで、うん、待って待って、またなんかそういうさ、なんかもうほら、チクシャクすごい顔になっちゃうから、遠い目で、うん、いやいや、でもカップルとかでね、崩しながら食べるみたいな。いや、最高だよね、うん、いいよね。一緒に行きましょう、ミルさん。2人で崩してるとこ見たらもうみんな笑っちゃうよ。さあ、来ました、こちら。あ、綺麗、カラフルジュースとなります。すごい綺麗、カラフルだ、見てください、ちゃんとね、デフォルメしたキャラクターが乗ってますよ。これ迷う ね、一番飲みたいのパテ取ろうか。せーの、来ました。はい、おー、ばらけた、ちょっとちょっと飲ませていただきます。いただきます。美味しい、これ。うまい。うまいよ。え？あの、うん、めっちゃメロンソーダ濃いっす。ね、うん、同じくブルーソーダも濃いっす。この濃い感じがたまりませんね。いや、たまんねーっす。ちょっとこれマジでちょっと飲んでみて。お互い推しを。あ、いいね。あ、うん、でもさっぱりして濃いね。濃いでしょ。え、濃いでしょ。濃い、これもぜひ。じゃあそれ何、あ、それブルーソーダです。じゃあいただきます。交換会が行われておりますけど、美味しい。あ、なんかちょっとこれ懐かしい感じがする、あ、懐かしい感じ、うん、いや、もういいっすよこれ。あ、めっちゃすごいわ、あのね、やばいこれ。そんなにすか。え、もうね、あの桃缶あるじゃん、はい、桃缶の汁をそのまま入れてくれたぐらいすっげえ濃いんだ。これも結構すごいですよ。混ぜたらすごいなんか、うん、グレープサイダーなんですけど、混ぜてみたんですよ、うん、そしたらもうなんか全体にその濃さが広がって、めっちゃいい、本当になんかグレープをそのまま食べてるみたいな。これすごいね。
いや、美味しかったです。さあ、カラフルジュース。最高。はい、じゃあ続いていきましょう。はい。はい、来ました。はい。お次はこちら。I love Dead by Daylight ホットドリンク。なるほど。やったー。心温まるってことですね。そうです。見てください、ちゃんと I love Dead by Daylight と DVD 愛が感じますね。 DVD 愛が溢れんばかりに、ね、はい、刻まれておりますけども、こちら、はい、ココアです。はい、ココア、はい、で、ミルクティー、うん、で、そしてカフェオレと、カフェオレ、いただきます。愛を溢れちゃってください。崩すのもったいないな、これ綺麗に出てるやつ。温まる。いや、これなんか午前中にすごい飲みたいです。あ、ね、あ、パッとね、そう、カフェインでね、いいね、クリアにしてね、仕事行く前みたいな、よし今日も頑張るかみたいな、うんうん、気にさせてくれるというか。じゃあちょっとミルクティーもね、ミルクティーもいきますか。あら、細かいとこも描けるんですね、これ。ね、これすごいよね、インスタ映えだ。あ、うん、いい甘さだ。お、ココア行ってみますか。じゃあちょっと私がココア、はい、いただきます。お願いします。美味しい。このね、ココアの上にあるこのちょっとこう白いモコモコもさ、相まってさ、あったまるよね、これね。ね、そうだよね。やっぱ結構そのね、あの、うん、わな丼とかね、はいはいはい、こうしっかりしたものが料理いっぱいあったんで、うんうん、それ食べた後にこうほっと一息するものに。なるほど、ね、なんとです ね、 ね、開催期間中ね、うん、このフードドリンク、うん、注文の方にね、はい、1つにつき1点購入特典がプレゼントされる、うん、え、こんなんだからハイで行かなくていいんだよ。なるほど。それとこれでも話が別に続くハイで行きたい。そんなハイで行きたい。それをこれ普通にステッカーとしてね、ほんの今ハイでこれね、携帯とかに貼りたいでしょ。1点購入特典、これじゃない、え、実はクリアカード全10種そんないいもの。そうです、ランダムにプレゼントされると、ちょっと今手元にないんで画像が出てると思うんですけどね、我々手元でね、ちょっとこの画像を確認できるんですけど、うわ、プレイズとかいるじゃん。そうなんですよ、キラーのですね、クリアカードが、うん、あの全10種すごい、ほんとかっこいい感じですね。かっこいいこれ、うん、1つにつき1個、はい、となっております。なるほど、はい、まあ、ぜひね、これたくさんね、食べて飲んで、はい、ゲットしていただきたいな、うん、コンプリートを目指してください。続きましてはこちら。うわー、すごい。たくさんだ。すごーい。グッズだ。見てわかります通り、販売されるグッズがこちらに並んでおります。はい、こちらを紹介していきたいと思います。お願いします。ね、まあ、まず、うん、ちょっと大きめのからいきたいかなと思うんですけど、はい、この T シャツです。うわ、デッドバイデイライトのアート T シャツ。私の方がハントレスの、うん、まあ、画像とかも出てると思うんですけど、うん、ハントレスの、まあ、T シャツ、なんかハントレス、スキンがやっぱ違いますね、はい、そうなんです、うん、違う、トリックスターもそうなんですけど、ちょっと今までであんまりグッズで見かけない、うん、まあ、スキンとデザイン、すごいいいですね。でもめちゃくちゃスタイリッシュなの、ね、これもこっちもすごい人気のスキンだよね、よく見るもん。そう、うん、私ももちろんこのスキン買ってあるんですけど、トリックスターもこのスキンでばっかり私やってるんだけど、うん、もうめちゃくちゃかっこいいんですよ。かっこいいですね。パンクっぽいさ、メタルっぽい感じ、うん、でこっちはこっちでもね、やっぱこのイノシシのスキンっていうのがね、めちゃくちゃかっこよくて、まあ、ハントレスのね、本当のところもすごい凝ってるっていうか、ちゃんと作られてるよね。で、これが M、L、XL とあるサイズは、これはまあ一応 L らしいですけどね、はい、というわけでこちらが3850円になっております、うん、はい、そしてどんどん紹介していきたいんですけども、はい、次はこのデッドバイデイライトのアクリルスタンド、これが可愛い、ドットだ。今回もですね、カフェ用に書き起こされました、うん、8ビットのアクリルスタンド、あー、よく使ってるこれ、はい、ネアちゃん、この人気のスキンが勢ぞろいということです、ね、え、確かにこれベルクラさんじゃない、クローデットのね、このなんか、まあね、耳のね、ポンポンついたのね、よく使ってる、うん、ドワイト、クローデット、ジェイク、ネア、デイビッド、キング、ミン、そしてなんとキラーで唯一リンちゃん、リンちゃんがかわいい、しかも制服のリンちゃんだ、そう、かわいい、制服リンちゃんがいると、うん、全7種、はい、価格は880円、次がデッドバイデイライトのクリアファイルとステッカーということで、
こちらちょっとサンプルなんですけど、クリアファイルの方はね、はい、ですね、ポン、こちらでじゃあお願いします。はい、見て、A4 ステッカー、A4 ステッカー、でかい。そしてこっちを普通にね、うん、一個一個取れるんだ、そうですね、はい、これが裏を持ってもね、一応サンプルのクリアファイル、そう、ちょっとサンプルになっておりますけど、 A4 のクリアファイル、うん、なんかこうファイルとかそのまんまこれ貼ったら、あ、もうね、いいっすね、勝手に DVD 仕様にさせちゃうことができるね、可愛いよね、これパッパってね、こちらの方もですね、うん、はい、880円というのが待っております。お次がですね、はい、畜さんの目の前にありますのが、のデッドバイデイライトのフェイスタオル。いいなレース、これいいな、これこれでね、うん、これレースが描かれて なかったらね、ある意味透明で、すごいコスパのいいフェイスタオルになるんですけど、ね、ちゃんとちゃんとレース君がもちろんいます、出てます、はい、しかもなんかすごいスタイリッシュ、スタイリッシュ、レース君はもうやっぱキラーやっててもね、もうみんなのアイドルです、アイドル愛されてますから、愛されてますから、ね、これ汗拭きたいですね、このチョイスは素晴らしいですね、素晴らしい、こちら2200円と、うわめっちゃ欲しいそれ、ね、そして私の目の前にありますのがこちら、デッドバイデイトのステンレスマグカップとなっております。おちょっとお気づきになったかと思いますけど、我々実は T シャツ、そうなんですよ、ね、リージョンのね、ちょっとかっこいいやつがあるんですけど、これの、はい、デザインになってます、うん、いやいいですね、かっこいいな、こうバンド、バンドマンみたいな、そう、バンドマンみたいな、ね、しかもね、裏側にね、うん、それぞれのリージョンの名前書いてあるんです、そうなんです、うん、そしてですね、はい、なんと、次がこれだ、お白雲石のコースターコースターになっております、うん、凍りつく、背筋のコースター、キンキンに冷えたやつを、ね、乗せれば、はい、めっちゃベストじゃないですか、これで後ろに滑り止めみたいな感じでコルクがついてるとついいよね、これでね、チクさんね、置いて、置いて、そうですね、置いてこう猫を感じながら、感じながら、猫を感じながらわけですね、こう上げるたんびにこいつ、そうですね、吸い取ってくれるわけですよ、吸い取ってくれるわけですから、ありがたいですね、こちらがですね、まあ、みんな大好きな、まあ、コースターになっておりますんで、この猫ちゃんコースターになっておりますんでね、はい、1320円と思います、はい、次がこちらになります。お、かわいい、かわいい、あら、あらららら、かわいいよ、こちらランチトート春のアンサンブル&シャイニングライオンと、これね、ちっちゃいけど、うん、そこが結構広いから、うん、お弁当箱がちゃんと入るよ、ね、なるほど、うん、なるほど、これいいね、これ子供とかに、はい、いらっしゃい、あ、かわいい、はい、いらっしゃい、これ幼稚園とかに変わってて、うん、ね、これ確かに可愛いけど、いやだってね、ちょっと DVD 知らない人からしたら普通に可愛いらしい、可愛いあれですけど、深掘りされるとね、深掘りされると幼稚園とかにね、深掘りされると、いやいや幼稚園で深掘りなんて深掘りしてこないと、ね、そこまで幼稚園生はやっぱり考えて、それディットバイディライトじゃんって、ちょっと怖いよね、すごい危ない危ない、可愛いウサギちゃんですね、そうそう、可愛いウサギちゃん、ライオンさんだから、ライオンさんがコントローラーのコントローラー持ってるんだ、うん、ゲーム好きなんだなぐらい、お子さんにも適してるんじゃないかなと思います、うん、で次がですね、うん、こちらがピンズになっております、すごい、はい、今回のピンズの新作が登場ということで、うん、ナイト、ビットリオとかの新しいパーク、うん、こちらも実装されてます、まあやっぱ隠ればなしとか、いやーもう新しい、はい、そうなんです、なんか意外と高級感を、ね、メタリック感がすごい、ね、あるんですよ、うん、なんかすごい、こういうこうつけてもね、ね、かわいいね、大丈夫だし、ね、こね、うさぎちゃんみたいになった後に、うん、こんな、こんな、こんな豚のあれとか豚の頭がパーってなってるいやでもすごいかっこいいですね、かっこいいな、キラキラしててね、うん、これいいね、ランダムで、はい、880円と、そしてボックスでコンプリートできる、うん、一応全部、全部こちらがですね12320円、おお、全14種となっております。さあお次いきましょう、どんどん、はい、次がパネルカプセルトイバージョン2023となっていまして、これすごいんですよ、まあ、画像でね確認していただいた方が一番わかりやすいと思うんですけど、これね見て、うわいいなこれ、今までな あったねチャプターとかの時のこうキービジュアル、まあ、あれってめっちゃかっこいいんだけど、あれが今回こういうなんかパネルとしてねキーホルダーになってる、かっこいいよね、かっこいいな、
つけたいな。これがですね、発電機型のそのパネルに、うん、レジで購入した専用コイン、はい、入れて回すカプセルと、うん、でそれで今年もね綺麗なアートがプリントされた、うん、アクリルキーホルダーになっているとこれが、はい、全11種そしてね、そして、はい、まあ、この全11種以外に実はあります、はい、なんすか、なんすか、なんと当たりという当たり当たり紙が入ったかなりレア な確率らしいんですけど、うん、その当たり券が入ったものが、うん、なんとですね、まあ、画像も出てると思うんですけども、こちら特製のアクリルスタンド、うんうん、はい、こちらですね、こちらがねプレゼントされると。もうあーすげーリアル、結構大きめのめちゃリアルな発電機のアクリルスタンド、うん、これどっちか選べるんですよね、はい、当たりが出たら、こちらが当たりが出たら選べると、うん、いやすごいな。そしてですね、7周年を記念して、うん、ブシロードオンラインストアではですね、はい、トリックスターのスキンを再現したジャケットが販売されたと。ちょっと今現物がないんですけど、資料を見せていただけると、これ T シャツの柄のやつですよね。さっきのね、T シャツ、私の好きなスキンのトリスター、ね、あ、それのジャケットなんですか。このジャケットがもう多分ですね、会場には並んでるはずなんですけど、はい、我々のところにまだないんですが、はい、まんまのやつが、え、めっちゃかっこいい、作られる。これがですね、開催期間中、はい、なんとですね、グッズ3,300円、うんうん、こちらをご購入ごとにですね、うん、特製のステッカーもプレゼントされます。はい、これ EC で購入されるお客様も対象となっております。ほら、ということです。まあ、なくなり次第終了ということらしいんでね、そこら辺はねちょっと考慮してください。こちらグッズなんでね、うん、さっきのジャケット、そのトリスタのジャケットはちょっと含まれない対象外なんですよね。ということになってます。ご把握のほどよろしくお願いします、はい、新商品はねここまでなのですが、はい、過去に販売された人気商品もね多数販売予定になっているということで、直接ホームページ、もしくはブシロードクリエイティブのツイッターをチェックしてみてくださいませ。よろしくお願いします、はい、そしてですね、会場には特製パネルの展示はもちろんのこと、今年は7周年、まあ7周年ですからね、はい、7周年を記念してストリーマーの皆様からお祝いコメントをいただいた、ね、その色紙が展示されると、はい、いうことらしいです。もう我々もね、はい、そうですね、さっき、ね、さっき僕、はい、書いてきたんですけど、はい、久しぶりにやっぱ文字書くもんだから、はい、間違えまくりましたね。おめでとうございます、ありがとうございますって書いちゃったり、やってましたよね。ね、1枚先無駄にしてたもんね。1枚無駄にして、2枚目もちょっと同じミスをして、でもごまかしてたもん、ね、ごまかしましたんで、ぜひそれは現地でちょっとね、現地で見ていただければ、どこの部分かな、はい、みたいな、まあ、ここでしか見れないレアな色紙になりますんで、はい、ぜひ会場まで足を運んで、はい、よろしくお願いします、はい、というわけでかなり盛りだくさんな、ご紹介になりましたけれども、グッズやカフェの情報はですね、ブシロードクリエイティブのね、はい、更新、ホームページの更新とかね、公式ツイッターなどなどでね、どんどん多分公式の情報が新しくなっていくと思うんで、そこはもう、ね、必ずチェックしてください。了解です、はい、これからの、ね、グッズ展開にも目が離せない、こちらの続報もお楽しみにしておいてくださいませ。はい、以上となりますけども、はい、長時間ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。概要欄見てください、ちゃんと見てね。イベント会場でお会いしましょう。待ってるよー。